道中部です。本日はスケボーやりに来ました。まず格好から入ってみました。はい、ちょっとスケボー自分はまあやったことないんですけど、結構自信あるんで、ちょっと今日はみんなに自分のいい滑りを見せれるんじゃないかなと思ってます。期待しててください。まあ、自信はあるんですけど、ちょっと万が一怪我した時用にパッとはしておきます。これ全然スケボー用じゃないんですけど、普通に格闘技のザパッドです。念のため肘もやっておきます。念のためです。よし、じゃあ準備完了したんでやってみます。じゃあまず最初ちょっと乗ってみようと思います。意外に乗れました。結構いけそうです。次はちょっとプッシュをやってみたいと思います。板のピックアップっていうのをやってみたいと思います。このスケボーを踏んで板を上げてキャッチするみたいなやつやってやってみます。もう一回ちょっとだんだん難易度を上げていきたいと思います。米坂淳之介さんの YouTube でチックタックっていう、乗り方あるみたいなんで、ちょっとそれ見たんでやってみたいと思います。分かったんで、もう一回やってみます。できそうなんでもう一回やります。じゃあスケボーどうだった？そうですね、やっぱやると見るとは大違いで、やっぱ実際やってみると難しかったですね。はい、やってみて分かるみたいな感じでした。はい、スケボーちょっとまたやっていきたいと思うんで、教えてくれる人いたらよろしくお願いします。